お腹が空いてきました。そろそろホテルを決めないと。このままじゃ何も食べれそうにないので、ちょっと入ってきます。Do you want empty room? Yes. Okay, we have only one room for tonight. Do you want it? Yes. Okay, and my friends will help you. Cemal Bey! Burada değil şu an ama... Ne yapalım? Tamam. Okay, and we can go to your room. Thank you. Ben burayı bırakamam, ben yanlış bilginiz olsun. Thank you. Ha, 5-1 da olursa. めっちゃ暗いやんけ。え、ちょっと待って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 、真っ暗だけど。こっち。Yes, okay. OK。 あ、着いた。びっくりした、びっくりした。あ、意外と部屋ありますね。 Hello. Thank you. あ、よかった、部屋は普通ですよ。お風呂見て。どうですか、お風呂。いや、僕お風呂結構好きなんですけど、これはあれですよね、あんまり浸かる感じじゃないですよね。半身浴的な感じかな。あ、なるほどね。部屋に行くまでの道は少し暗くて怖いですが、とにかく空いていたのと、ホテルの方が親切だったのもあり、ここに決めたいと思います。今日はここで休みます。はい。あえて少し入り組んだところに来てみました、まあ、観光の本とかにはきっと載ってないんだろうけど、ちょっとほらね。 Yes, kebab pizza. What this? What's this? Good price here. Chicken. Chicken? Wow. Yes. ここだ、間違いない。え、どうやって注文したらいいんだ。普通に指差しでいいか。Yes. Yes. Yes. きました。タドネルケバブ。いただきます。おいしい。めっちゃおいしい。あ、やばい。なんていうの。もっと硬いかと思ってたんですけど、全然柔らかくて美味しい。トルコ料理って日本人向けですね、うん、食べた。
疲れ様でございました。お疲れ様です。疲れました。ちょっとシャワー浴びるとやっぱり実感しますね。あ、意外と来てるな。まあ何時間前だ、ちょうど24時間前ってことはないか、もうちょっと経ってるけどぐらい前に東京出て、飛行機乗り継いでこっち着いて、本当に何も決まってないまま出発して、こんなにも移動手段からホテルから全部自分でやるんだと思って驚きましたけど、おかげででもいろんな現地の方とも交流できましたし、トルコの人のまあ温かさというか優しさっていうか、そういうのが今一番印象に大きいですね。だからやっぱりいっぱい会話もしたいですし、いろんなこと分かり合いたいですし、明日からもまあなるべくないようにしたいですけど、困ったらちょっと助けてもらっちゃおうかなと思ってます。思ったより来てんな。Merhaba。産地直送、旅得をお届け。今回私たちがご紹介するのはこちら。世界遺産でもある石灰棚や映画トロイでも有名なトロイの木馬、古代ローマの遺跡エピス遺跡など。トルコには見応え十分な歴史的遺産が数多くあります。ホームページでは知っておきたい旅に役立つ豆知識やお得情報が満載、そして放送ではお見せできなかった大川くんの夜のイスタンブール探索を未公開映像として配信中。今すぐホームページにアクセス。いっぺんに見てみたいと思います。次回はイスタンブールの街を歩き、トルコの西洋文化、どこで降りたらいいんだろうな、アジア、そして東洋文化を旅説しちゃいます。何か、さらに本場のベリーダンスショーを堪能。ここで旅人が突如ステージに上げられる。この番組は HIS の提供でお送りしました。